スチャースイーツカレさん、皆さん元気ですか？アリナジムチャンネルようこそ、アリナちゃんです。そしてぜひぜひ、今日も一緒に、いつも私と一緒に見てくれて本当にありがとうございます。ビズのモーテル、今回は一緒にチェックしてみましょう。2012年、確かにのライブ。だからぜひぜひ一緒にチェックしてみましょう。3、2、1、GO!やばい、松本さんのギター音やばい。楽しみ。何の曲かな。なんか、バラード?すごい。やばい、稲葉さん、どのライブでも、私どのパフォーマンス見るでも、なんか変わらずに、どのパフォーマンスでもかっこいいすぎ。松本さんもそうですけど、不思議。どうやって、いつもいつも毎回こんなにかっこいいパフォーマンスする。なんかエナジーな曲でも、バラードな曲でも、すごい。わあわあわあ、わあ、美しすぎ。曲もこのパフォーマンスも、やばい。かっこよさのライブ高すぎる。
やばい。すごかった。すごい。なんか不思議でも、ちゃんとビズを、バラードの曲も、あるでしょ。でも、なんでか、バラードでも、このバラードのエネルギーは、なんか、他の、まあ、ダンスフルエネルギーの曲を、負けないぐらい、すごく高い。私は言いたいことわかるかどうか知らないけど。はい。すごかった。この曲、パフォーマンス私におすすめくれて本当にありがとうございます。楽しかった。なんかよく覚えてない？でもなんか、このライブから映像見る初めてかも。でもすごい。なんか、すごく、カリスマだし、パワフル。なんか、響いてる。はい。皆さんのコメント待ってます。どうですか？この曲のこと、パフォーマンス。このライブのこと。2022年、イントフリーエクストラ。よく知らない。はい。コメント待ってます。私、シークレットももちろん待ってます。アリナちゃんでした。このリアクションよかったら、グッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。